ここでは徳島ボルティスに所属していた選手を紹介していきます。このチャンネルは徳島ボルティスを応援するチャンネルです。ラジオ感覚で見ていただければ嬉しいです。青山純、1988年1月3日生まれ、日本の元サッカー選手、タレント、俳優、宮城県仙台出身。 地元の FC 宮城バルセロナジュニアユースを経て、高校生年代では名古屋グランパス 8U の18に所属、2006年ユースから、ただ一人トップチームに昇格した、14歳以下の年代から日本代表に選ばれ、AFCU の17選手権2004に出場した U の16日本代表では、キャプテンを務めた。 2006年カタール国際新全体会遊の19では予選リーグ3試合、準決勝、決勝の前後試合にフル出場し、日本代表の優勝に貢献した。2006年10月に開催された AFC ユース選手権2006にも日本代表として出場200。2007FIU20 ワールドカップにも U の20代表として選出。 不動のボランチとして3試合にスタメンフル出場し、グループリーグ初戦のスコットランド戦では豪快なミドルシュートで3点目を決めた。ローを惜しまない守備だけではなく、中盤の底で攻撃の起点としても貢献した。しかし、名古屋では出場機会をほとんど得られず、2008年5月に J2 のセレッソ大阪へレンタル移籍。 後半戦のセレッソ大阪で出場機会を得て経験を積んだ2009年より3年連続 J2 再開を受け積極的な補強を行っていた徳島ボルティスへレンタル遺跡徳島では開幕戦にフル出場すると第6節からはスタメンに定着2009年8月1日のタイ媛 FC に草し 国ビ B で J 初ゴールを決めた。2010年からは徳島へ完全移籍した。2011年より、裏割れずに完全移籍。しかし、2012年に徳島に期限付きで復帰。2013年には完全移籍となった。2015年7月にシーズン途中での現役引退を表明。 クラブと青山の双方合意の上で契約を解除した2018年7月には古巣である徳島ボルティスのレジェンドアンバサダーに就任し同チームの PR 活動に関わっているこの動画を見ていいなと思った方は高評価チャンネル登録をお願いします